こんにちは、環境の個体です。いや、アンサージュです。割とアンサージュ特化のデッキが固まってきたよ。うまくいけばワンパンできるし、ちょっと強く見えるのが不思議。あと最近、新しく見てくれる人が増えたのか、シャドバ自体に新規ユーザーが増えたのか、私のデッキを使ってくれる人もわずかに出始めている。だからこそ断言しておくけど、ネタデッキだよ。勝ちたいならおすすめはできない。そういうことだよ。そしてこの撮影日は急にクオンが増加した日だったかな。なんか強いんでしょ？もともとワンパン可能デッキだったし、環境が落ち着いてきて、マッチしてるんだろうね。確か優勝かなんかのデッキなんだよね。ゲームと一緒のツイートがおすすめで通知されたから知ってるよ。フォローしてないんだけど、あれなんで来るんだろうね。そしてふと思い立ってサイドゲームと一緒の最強ランキングを見てみたんだけど、試合値のランキングに変化ありまくりで笑ったよね。カードプールに変化がないのに最強デッキだけ変わるなんて、不思議なこともあるもんだね。このアンサージュ特化デッキも優勝したら試合値になるんだろうね。優勝できる気がしないけど、実際、それだけプレイングの出るゲームになりつつある。相手のスペルウィッチも連動がないと勝つのは難しい。このアンサージュデッキで2回勝ってるしね。なんで勝ったかはわかんないけど、優勝デッキに勝ったんだから実質優勝でしょ。そういえばデッキのコンセプトを何も言ってなかったね。墓地を増やしてアンサージュでワンパンを狙うデッキだよ。ゴシックリーパーで墓地を増やしますって、恩衆をアンサージュに使ってワンパンを狙うって感じ。疾走を召喚するのにネクロマンスの消費が多いからね。恩衆ってネクロマンス関係なしに発動すると思ってたんだけど、関係あったんだね。5体出すならネクロマンス30いるってことでしょ？なんか一回そんなにネクロマンスなしで出せた気がしたんだけど、よくわかんないね。でもわかんないならとにかく墓地を増やせばいいじゃない。そしてこのデッキを使って敵がついたことが一つある。カオピックブームとサタの相性が最高にいいってことにね。アクセラで使ってサタで回収するの美味しいんだ。もしかしたらラスはネクロも強くなってるのかもしれないね。マッドネスリーパーも入れ込んでおけばワンチャンもありそうだしね。結局ネクロ最強なのかもしれない。進化ネクロも結局強いっぽいしね。でも私が使う進化ネクロって勝てないんだよな。あのデッキ頭使わないと勝てないんだよね。しかもレーダー引けないとなえるしね。でもその点アンサージュはサーチできるから熱い。ちなみにこれ、次あるマジクオンで終わりだと思って捨てゲーしてたんだけど、PP 足りなかったね。まだ手札にあるマジなかったわ。動画見ながら適当にやってる弊害だね。ちゃんとプレイしてれば次のターンにワンパンできたのに、もったいなかったね。でもこういうムーブができるんだよって紹介だから、致し方ないね。一応4体疾走と霊体の侵入とクランクスでもワンパンだよ。進化が余ってればクランクスなしでもいけるね。すべてを捨ててアンサージュに特化したからこその火力って感じ。回復も捨てたからね。ルナスラネクロマンスを消費するから不採用だよ。その辺はすべてカオピックブーム次第。どうせあいつの抽選は進化回復しかしないしちょうどいいでしょ。それか盤面にいない時に盤面ダメージ。悲しいね。私の負けね。アンサーでしょ。ちなみにデッキはこんな感じ。サタの使い方次第って感じ。そこに相当プレイングは出る。私は何も考えないで使うけど、アンサージュが2枚欲しいところだね。間接はバンプ用。ハンドレスバンプがいるせいでデッキに入れとかないといけないって。ブチギレ案件だよな。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。